皆さんこんばんは、くすいもです。現在28部屋突破中、3週目からですね、やっていきます。こんばんは、よろしくお願いいたします。おーい、今日は私めちゃくちゃ睡眠不足でちょっと頭回ってないです。だからいつものようなインテリ丸出しな知的プレイングができないかもしれないんですけど、まあ、あらかじめご了承お願いいたします。睡眠マジ大事。明らかにその脳の回転がね、脳の回転とは言わないか、頭の脳が回転したとグロいな、頭の回転がね劣っているのがわかる。いつもに比べて真ん中の道が取れないしか人の気配を感じるはスルーすべき。あとなんか睡眠不足だと なんかテンションがちょっとおかしくなりません？もうなんかいらんことを言っちゃわないようにしますわ。いらんこと言うとピーっていう編集入れなくちゃいけないんで、ピー音マジだるいんで、どっちもなんかサイコキネスをゲンガーに打ってきそうなんですよね。でもこのユンゲラーさ、下手したらメタグロスより遅いんじゃないのか。とにかく、ちょっと待って、どうしよう。ゲンガーがサイコキネス食らうのは避けたいな。ちょっと無理があるけど、ここゲンガーをリザードンに変えて、メタグロスがコメットパンチをユンゲラーにやってるって、ちょっと強引なプレイングでいくわ。そうですね、やっぱりこっちの方が早いですね。陽気最速メタグロス、スライサー実数値が134あります。これでまず一撃で落とし、で、キリン力がリザードンに対して最高を打ってこないですね、あら。ただでも、まあこれ素早さが、オーバーヒートでもう早速打っちゃっていいかな。いつか白いハーブ消費しちゃうのがちょっと惜しい気もしますけれども、オバヒト自信でいきますかね。あ、紙砕くだったらまだ。え？命中 90% をかわされてしまった。これまた紙砕かれるんでしょう。ここはじゃあオーバーヒート打たなくていいな。オーバーヒート打って白いハーブを消費してるの惜しいから、メザ氷70でいいっす。で、地震で。まあ、メタグロスに噛み砕く2発目のダメージが入りましたが、リザードン白いハーブを消費せずに済んだという、まあ、メリットはまあありますね。ダメージを取るか白いハーブを取るか、ちょっとまあ人によって、どっちがいいか分かれそうなところですが、まあ図らずも白いハーブ温存ということでどんどんやっていきます。右側の力何かがささやか 70% の確率でスルーベア引き当てていく。いいですね。右側の力、懐かしい雰囲気が状態異常にしてくるから回避。お、ラッキーですね。ポケモン回復、あざます、あざます。これでメタグロスのほぼ5割入っていたダメージが回復しました。右側の力、トレーニングが人気配を感じる対戦を強いられるから回避。出た、しつけのなってない。キロリアのデンジャーで1体から3体が麻痺状態になってしまうが、果たして2体か。ゲンが場に出した途端にそのラムの実で麻痺状態が回復するっていう、まあ、ラムの実を強制的に消費させられる状態ですよね。しかもメタグロスはこらえるカムラが使えません。左側の道から懐かしい雰囲気を感じる。すでに状態異常になってるからさ、逆にいいんじゃないのこれ。あ？
ついてるぞ。2匹回復して差し上げよう。コメントで情報提供いただいたんですけども、僕てっきりこのランダムで2体やれ1体やれ回復させてもらえるのって、重傷度順だと思ってたんですよ。状態異常だったり HP 削られてたりするポケモンを優先して回復させてくれるのかと思いきや、これ完全ランダムだそうです。完全ランダム。あ、でもゲンガーとメタグロスが治りましたね。はい。よかった。というわけで、まあ、完全ランダムでありましたが、直してほしい2体をちゃんと直してくれたと。持ってますね、靴紐。真ん中の虫が取れないし、人気配を感じれば回避。なぁ。あ、スルーベを完全ランダムに引き当てていく。あん？真ん中虫から懐かしい雰囲気を感じる状態以上にしてくる、しつけのなってないポケモンが潜んでるから避ける。あ、シンプルなシングル3対3ですね。ラットはこれでした。おい、ラットの登場エフェクトおもろ。右往左往してましたね。おもろいっすね。だいたいポケモンがこう動いてんのに、ラットは右向いたり左向いたりして左右反転っていうね、ネズミっぽさ、ね、満載の動きで、これちょっと個人的にスコ、やっぱネズミはやっぱりね、活発が一番ですよ。マイナン、マイナンは電気タイプのポケモンですが、特性がさ、プラスとマイナスのあれだから、特性静電気を恐れる必要はないです。あ、ただこうやって普通に麻痺状態にさせられたら元も子もないぞ。うら、あーん、麻痺にならないでくれ、本当に頼むから。よし、お盆ですか。クアムラの実で翼抜かれたかな。ただ受け出しはどっちにしろできないので、ギガドレインで回復。あ、俺の方が早い。オッケー。素早さ相手が1段階上がっていても最速ギンガは抜けてない。出た、ひたすら見切り打ってくるやつ出た。まず初手見切りだろ。初手見切りで2連続見切りはこう、2連続見切りは失敗すると読んでギガドレインで吸引していく。はい、失敗。ギガドレインで相手にやられたダメージ半分が回復する。はい、でここ見切りだろ、どうせ。で2連続見切りは失敗、いや今度は成功すると見越して10万ボルトここで打つ。はい、2連見切りが成功する。いや2回目の見切りが成功する失敗するもしっかり予見してますね、靴ひも。3連続見切りはさすがに失敗するから、ここでギガドレインを入れて PP を温存しつつダメージを与えて、こっちは HP を回復していく。しかも吸収に当たる、いいですね。大体次守るが成功する。え、しびれを切らしてきましたね。エビワラの顔マジ野球のグローブ。はい、サクサクいきましょう。もうそろそろ、あ、そうですね、はい。ちょっと部屋数さ、入り口にいるメイドさんに聞いて何部屋目か把握しておくの忘れてました、すみません。もう一周やりましょう。戦い足りねえからな。322時間32分。スピーディーに行くよ、スピーディーに。左側の人取れないしか人気配を感じるはスルーして、あっと、毒毒はメタグロスとゲンガーが毒にならないことによってリザードンだけが、ま、やけどじゃなくて、その猛毒状態になりました。
はい。リザードンだけが毒っていう状態ね。まあ、状態異常の中では正直マシですよね。その毒になることによって、他のね、麻痺やら眠りやらにならなくなったっていうメリットもあるので、うん。真ん中の道からポケモンの匂いが漂ってくる野生のポケモン部屋でおねしゃす。はい、引き当てていく。まあ、ちょっと道のりが長いので、こういう風にダメージが蓄積しちゃうんですけど、まあ、それを狙ってわざわざこの部屋でこのジグザグにして歩数稼ぐようにしてるんですよ。うん、意地汚いんで。まあでも。結構食らってるように見えるじゃないですか。数歩おきにダメージが入るから。でもこれ意外にね、減ってないんですよ、HP。なんかゴリゴリ削られてる感あるじゃないですか、この。ゴリゴリってさ。そうでもないんですよ。確認しますね。これたったの16。うん。5部屋目。終わって行き過ぎ。左側の人がポケモンの匂いが出てくる。道のり長いの嫌ですが、まあまあまあいいでしょう。あ、野生ね、ポケモンビエと見せかけて待ち伏せか。少々腕立つとれ、ね、まあこの試合に勝つことによって、HP と PP と状態異常を回復させてもらえるので、まあ悪くないっすね。冬をトレースされました。シャドーボール覚えてるかな？まず10万ボルト。電磁波打ってくる読みで10万ボルト。まだ弦がラムの目がありますんで。あ、急所ですね。はい、電磁波来た。はい。で、これで弦が麻痺になるも、ラムの目で迅速に回復して、で、さっき急所に当たったので、これで落とせるんですわ、おい。ポリトゥをノーダメージで突破はでかい。出たバグオング。バグオング厄介なんですよね。ゲンガーにはシャドーボール打ってくるし、メタグロスには地震やオーバーヒートやら打ってくるし、リザードには岩の手打ってくるんですよ。どの方かがわからんから、警戒しちゃう。ただまあ、何？日本晴れソーラービーム型ですかね。いっちゃん弱いやつ。スターミー。腕の立つトレーナー戦だから、いつ出れでもいいけど、まあいいや、自慢で。サイコキネス来るか？あっと、晴れから雨に天気を変えていく。はい、ありがとうございました。左側の後ろに懐かしい雰囲気を感じるが避ける。野生のポケモン部屋を引き当てていく。道が長くて鬱陶しいが、逃げるだけでクリアできるのは大きいですね。だから視聴者様にさ、初めての色違いここで出会いましたみたいな、そういった趣旨のコメントをくださった方がいて、でバトルチューブだからゲットできないってことですよね。できなかったってことですよね。ここで野生の、ここでさ、色違いポケモンが出てくるのってマジ誰得なのと思いません？いや、YouTuber だったら俺みたいな、そこをサムネに使うんですよ。そしたら多分ね、他の動画よりもちょっとだけ再生回数が増えるんですよね。でもさ、普通に遊んでる人にさ、色違いがそこで出てきて、うわ、ゲットできねえ、マジ萎えるわーってなるだけですよね。マジ意味ない。だから萎えさせるためにやってる説までありますよね。結構このバトルフロンティアって根気が必要なんで、萎えさせてやろうみたいな。
フライゴン、冷凍パンチで各一。おらあん、はい、ピクシー、なんかピクシーとゲンガは赤の他人じゃないみたいな、なんか都市伝説聞いたけど、あれ本当なんですかね。でもなんかこう見ると、まあなんとなくちょっとなんとなくシルエットが似てる感はあるが、あとなんかね、体重、体重、重さか、重さもなんかちょっとなんか偶然と思えないような、なんかシナジーがあるらしいですね。シナジーが、だから生前のゲンガーがピクシーだったみたいな、まあ公式のあれじゃないんで、まあ、話半分なんですけども、あ、そういえばピクシーの尻尾がなくなってんな。なくなってるって言うと、なんか俺はなんかその都市伝説信じてる側みたいになっちゃうけど、腹太鼓使ってきやがったこいつ。はい、ピクシーの耳マジアポロチョコレート。今のヤングってアポロチョコレート知ってるのか、そもそも。俺の世代ではアポロチョコレートよく食ったが、親の買い物についていくとさ、要するに荷物持ち担当なんですよ、ワイが。だからそのなんか見返りっていうか、そのご褒美っていうか、ついてきたら、その買った食品やら何やらの荷物持ちしなくちゃいけないけど、その代わりお菓子1個買っていいよみたいな。それでなんかアポロチョコレートとかね、あとなんかグミ、なんだっけ、ピュレグミじゃなくてなんだっけな、なんかそういうの買ってもらったの覚えてますわ。なんか久しぶりにそのヤングな頃食べてたお菓子食べたいな。果汁グミのぶどう味がわいマジスコで、あれマジうまくないっすか。右側の道は避ける。お、ああもうこの周回でもまだシードラみたいなあれが出てくるんですね。カポエラはゲンガーに対しておそらく打点は多分ないので、先にシードラ倒しますか。これギガドレインでもよかったかな。まあいいや。お、救助か。カウンター打たれたら嫌だな。おお、まあ高校で打たれる言わなればあんま痛くないっす。さっきあれだな、シードラにギガドレイン打っときゃよかったな。ちょっとミスったわ。いや、地震じゃ落とせない気がするから 85% 当てろよな。 85% ぐらい当てられるってさすがに、死者誤入したらお前100なんだから。いやー、不利じゃねえよこれは。まあまあまあ、でもカウンターだったんで、これは自信で。まあカウンター言うてもね、あのコメントパンチ当たってたら落とせてたんで、まあ、まあまあまあいいでしょう。まあ、ゲンガーがその分たくさん回復できたということで、それをね、見越して多分メタゴロスね、コメントパンチ外してくれたと思うんで、空気を読んで。そろそろかな、そろそろ、あ、13部屋ですね。はい、じゃあラストチョイスということで、状態以上にしてくれる部屋にも積極的に入っていきたい。真ん中の力トレーナーが人の気配を感じるは対戦を強いられるから避ける。おー、野生のポケモン部屋、おえ。最後の部屋が野生のポケモン部屋でちょっとなんか嫌だな。この部屋価値格ですからね。
まあ、そんなこんなでこれで本日3週目と4週目をやったんですかね。よかった。睡眠不足でちょっと頭回ってなかったけど、プレミも、まあ、大きなプレミはなかったし、いや、そうでもないか。まあ、結果的にまあ負けなかったし、まあ、失言もなかったんで、まあ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 、9大点。睡眠だ、マジ大、睡眠マジ大事ですからね。はい。皆さんしっかり寝ましょうね。で、明日5週目からご視聴ありがとうございました。